はい、方言巻き場をご覧の皆さん、お待たせしました。はい、お待たせしました。はい、新キャラクター攻略、ついに3週目です。そうですね、最後ですね。最終回です、新キャラクター攻略は。カプコンからは、なるほど君と、はい、フランクと。フランク。はい。で、マーベルサイドは？は、ノバとロケットラ君。はい、4キャラクターですね、はい、この、はい、今回は紹介していきたいと思います。はい。まあ、まずね、前回と同じく今回はあの対戦動画を見つつ、まあ、各キャラの触りというか、ね、一番、まあ、オーソドックスな、ね、あの特性というところを軽く触っていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、まずなるほど君、はい、なるほど君はまずね、はい、探偵モードと法廷モード、はい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 、この2つを使い分けてこのハイパーコモゲージの上にある証拠品を集めるというのが目的ですね、はいはいはい、で全て証拠品を集めるとで攻撃を当てるとあれですね、逆転モード、逆転モード、ね、最強のモードに、もう多分このゲーム屈指のね、そうですね、最強モードになるんですけども、まあ、それまでがちょっと大変っていうね、はい、キャラクターなんですけども、まあ、フランクもね、ね、かなり他のキャラと違って、そうですね、またこれもパワーアップ系のキャラクターで、はいはい、このヒット数、コンボのヒット数をこのスナップショットっていうカメラで撮ることでレベルが上がっていくと、はい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 、でヒット数が増えるほど、ね、どんどんキャラクターも強くなるし、必殺技も使えるようになるし、はい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 、なかなか新しい、ね、フランク自身がレベル乗ってて、レベルがね、どんどん上がっていくっていうのは、はい、フランクの顔のところに見ていただければね、そう、レベルね、今、出てると思うんですけど、まあ、いかに仲間と協力して、レベルを上げていくかっていうのが大事ですね、そうですね、まあ、ディレイドハイパーモードも、ね、うまく利用してね、でまあ、対してのマーベルサイドからはノバ、はいはい、ノバはもうね、生粋のインファイトキャラクターみたいな、そうですね、シンプルな、かなり扱いやすいキャラクターです、はい、ただ空中ダッシュ持ってますから、まあ、ちょっとアイアンフィストとかとはまたね、そうですね、ちょっと経路が違った、はい、あとは特性として自分のね赤ゲージを使用して必殺技を強化するっていう、そうですね、グラメトリックパルスとグラメトリックブラスターですね、はい、この2つは赤ゲージを使ってパワーアップさせる、そうですね、まあ、体力回復でモロハの剣なんですね、はい、今までのマーベルキャラクターでは、ね、全然そういうことはなかったんで ね、かなり面白いなと思ったんですけど、あとはまあロケットラ君、はいはい、まあ、見た目が可愛い、もう日本からは見た目大絶賛なんですけども、うん、実際キャラクターはかなり凶暴な、凶暴らしいです、らしいんですけども、まあ、この人もかなりダレ的なキャラクターらしいですね、あ、まあ、結構マーベルの、ね、コミックとかではそこまで有名ではなかったみたいなんですね、はい、あれですね、見た目とはちょっとあれでかなりシューティングタイプなんです、ね、そう大砲とかね撃って、はい、相手と距離を取りつつ、あとはトラップを設置してね、はい、下がりながら、まあ、相手がそのトラップに触れたらトラップが発動して、相手を拘束したりとか、かなり面白い、そう、上から中段の岩が降ってきたりとかっていうのがありますんでね、はい、まあ、それぞれ詳しくは動画の方から、はい、まあ、見てご覧、まあ、ご覧になっていただければわかるかと思いますので、はい、まあ、とりあえずはあと2試合ちょっと対戦をね、軽く解説しようかと思うんですけども、はい、まあ、初手がノバ対なるほど君、はい、そうですね、はい、まあ、ノバはね、こう空中ダッシュでどんどん近づいて奇襲で突進技で奇襲をかけていくという、そうですね、かなりアバウトな戦術のできるキャラクターなんですけど、はいはいはい、まあ、それでいてね、このレーザーとか持ってるという、まあ、ストレンジのアシストと一緒に攻めていって、はい、相手を、まあ、さね、証拠品探すところを咎めるというね、そうですね、どうですかね、と言ってる間にあれ今証拠品集めて交代されてると、早くももう逆転モードになってると、はい、あーららららら、展開早いですよ、で、まあ、ロケットラクーンがロケットラクーンからなるほど君が静粛に倒すと、でまた戻っていくと下げましたね、まあなるほど君はね体が輝いてる、まあ、この輝いてる間はね強靭な肉体を持ってますから、はい、まあ、後ろに下がるのもやむを得ないかなってところなんですけどね、うかつに手出したらね、返るうちになりますからね、はいはい、で、まあ、これで、お互い距離取りつつ、まあ、ストレンジ側はとりあえずね距離取って、飛び道具を起点にして攻めようかとしているところだとは思うんですけど、まあ、ロケットラ君自体もかなりシューティングが強いのでね、そうですね、まあ、なかなかこの遠距離戦を維持したまま有利に戦うっていうのはまた難しい話ですね、と言ってる間にももうドクターストーンがやられ一人残りがこのレベル1のフランクですね、はい、まあ、フランクはこのレベル1で出てくるとかなり、まあ、言ってしまえば弱いキャラクターなんでね、そうですね、いかにねレベル上げてからちゃんと表に出させたかっていう ね、まあ、これ1回ねじ込んでしまえば一応レベルが上げれるんだよね、自分でも、ちょっと失敗しましたね、これね、ファクターから、はい、結果をしてと、でレベル2ですもんね、はい、ここからがねちょっと厳しいですね、そうですね、なるほど君ですからね、逆転なるほどが出てきちゃうと中段のジャンプ H が当たるので、ダウン H 静粛2でフィニッシュと。
逆転モードになっちゃうとね、本当に手がつけられないですからね。そうですね、そこまでがあまり強くないんですけどね、まあ、なってしまえばかなり最強候補みたいな。そうですね、まあ、さすがフェニックスライトといって、ふさわしいのもあるね、ダークフェニックスライトですよね。はい、続いて3試合目、はい、まあ、また同じく、ノバタになるほどの先鋒戦なんですけどね。そうですね、今回はなるほど君がかなりコンボ、インファイトでね勝ちますので、はい、これはノバ側はもうこれ近づくのが、まあ、めんどくさいとばかりかな。エネルギージャベリンで相手も拾うのを阻止するという、はい、この上から投げてる槍ですね、はい、アシストと一緒にエネルギージャベリンでどんどん届けると。そうですね、で、まあ、ワンピー側がとりあえず今、なるほど君証拠品が揃ったので一回下げたんですけど、これ実際のところ今探偵モードのまま下げちゃってるんで。そうですね、本当チームでやる狙いで下げたんでしょうけど、ちょっと忘れてたというところですね。でロケット力がやられて出てくる。さあ、ここいかにね法廷モードに切り替えるか、まあ、これ ねノバ側は逆に言うとその法廷モードに切り替えさせないでそのまま畳みかけるっていうのが、ね、理想なんですけど、はい、もう一応法廷モードになってますね。あ、もうなりましたね、はい、はい、でここで、あ、コンボミスと、コンボミス仕留めでしたんですけど、これはねちょっとね、あの倒しきりたいですね、はい、正式にで、おーっとこれ分からないですよ。さっきのミスが痛かったですね。痛いですね、これ響いてますよ。おお、フランクまたレベルが低い状態です、フランクが出てきて、まあ、フランクこれね機動力がね空中で本当に制御がないですから、はい、結構今これ突きつけるのでね牽制されてると厳しいですね。突きつけるも結構いいアイテムを取ってますね、花瓶が最高になりますからね、まあ、ダンテで、はい、またチームエリアル狙い、はい、これはおっとファクターで倒しに行きましたが、はいはい、コンボミス、これ痛いですね、はい、ここからジャケポンなっちゃった出てきましたね、ダークフェニックスが強靭な肉体を持ったダークフェニックスライトが、いやー今突き抜けましたね、これは修正されるんじゃないかと思うんですけども、どうなんですかねまあ言うてもダークフェニックスライトですからね、ね、まあまあここまで至るに苦労してるしっていうところですかね、さあと言ってる間にもうこれまたフランクさんが単身でまあこのレベル1だとちょっとねどうしようもないとかありますからね。そして最後は逆転裁判と裁判にかけられてしまうという、まあこのね逆転裁判はね画面全体攻撃でさらにね発生が早いんで、ゼロプレイですからね、はい、隙にも差し込めるしコンボにも使えると、はい、かなり強力な技ですね。はい、というわけでこれで大まかなね、まあ、試合3試合見てたんですけど、そうですね、でもここからはそうですね、詳しい性能とかはね、はい、一人一人解説を掘り下げてね見ていきましょう、はい、はい。